様、お初にお目にかかります。これなるはポルカ。さしたる得意はございませんが、昔々のおとぎ話の類には通ずるといささか自負しております。さて、イアルと呼ばれるこの地にも古より伝わるおとぎ話が数多くございます。遥かなる昔、イアルは多くの強大なる神々が住まうまことに栄えた地でございました。やがて起こりましたのが神々の戦い。大地を割り、天空を乱し、海原を汚す。深く傷ついたイアルが再び命を育むまでには多くの行きましょう。せい、はあ、せい、行こう。はあ、はい、はあ、よし。いいわね。大丈夫？あ、よかった。気がついたのね。フォルクと薬草を積んでいたら突然倒れてしまったのよ。大丈夫？頭を打ったりはしていないと思うけど。フォルクは使えそうな薬草を探しに行ってしまったわ。ううん、大丈夫よ。私が連れてくるからここで待っていて。気がついたのですね。今の悲鳴聞きましたか？きっとレーナです。心配です。探しに行きましょう。敵が現れましたね。僕は戦闘は苦手なのですが、さて。治療
あ、レーナです。虫に囲まれています。ボル君、助けて。早くレーナを助けましょう。二人の敵はあまり人間を襲わないはずなのですが。ええ、何かがおかしいわ。森の動物が騒いでいるし、自然発生の魔力も弱いのよ。行きましょう。